ナタン・アラン・デ・ソーザは、ブラジル・サンタ・カタリーナ州、ブルメナウ出身のプロサッカー選手。アトレチコ・ミネーロ所属。ポジションは、フォワード。2009年、13歳の時に、アトレチコ・パラナエンセの下部組織に入団。2014年1月開催のコパリベルタ・ドーレス、スポルティング・クリスタル戦で、トップチームデビュー。5月の SG ・コリンチャンス・パウリスタ戦でンピオート ブラジレーロセレエデビュー。10月、ナタンは契約更新を拒否したが、これを不服としたクラブと裁判で争う事態になってしまい、その間トップチームでのプレーができなくなってしまった。2015年7月、チェルシー FC に移籍。推定移籍金は450万ポンド。チェルシー移籍が発表されてから9日後、イザイア・ブラウン、ルイス・ベーカーと共にエール・ディビジのフィテッセに、 レンタル移籍することが発表された。8月開催の UEFA ヨーロッパリーグ3回戦、セカンド、レグサウ・サンプトン FC 戦で移籍後初出場。同月のローダ JC 戦で移籍後初得点。2016年6月、不鉄製のレンタルを1年に延長することが発表された。2017年8月31日、アミアン SC にレンタル移籍した。 2018年1月 CF ベレネンセスにレンタル移籍した。2013FIFAU-17 ワールドカップでは準決勝のメキシコ戦で PK 戦の末に敗れたがナタンは計5得点を挙げシルバーボールを獲得した。南米ユース選手権2015では全試合に出場し1得点を挙げた。ありがとうございます。